はい、どうもこんにちは、コペパンです。今日は毎期恒例になってきました、新店ランキング盆流転生を、動画投稿していきます。ご視聴ください。はい、では最初にですね、注意事項からいこうと思います。まあ、まずこちらはですね、まあ、毎期恒例なんですけど、投稿主が個人の視点で選んだランキングになりますので、武将の性能や価値を保証するものではございません。そのためですね、このランキングを参考にして、まあ、いただくのは結構なんですけど、それをに伴って、起こったですね、損害などに関してはもう自己責任ということでですね、お願いします。はい。で、今回からですね、ちょっと以前までの評価の仕方と違う評価の仕方をしていこうと思います。今回からは、武将性能、初期スキル性能、素材としての価値、この3個の視点から、評価していき、その総合評価で順位を決めていこうと思っています。まずこの3つのですね要素に対して、B から SSS というね、5段階で評価していきます。で、これをですね、B を1点 SSS を5点として、ポイントを加算していって、総合のポイントが高い順にですねランキングを出していこうというように思っております。では、早速ご視聴ください。はい、第12位は、小早川秀明ですね。残念ながら小早川秀明になってしまいました。はい、では、内容を見ていきましょう。まず武将性能についてですね、武将性能は、まあ、4.5 個数478066成長の 3.5 の平方値ということでね、まあ、平方成長 3.5 あるんで軍師としての可能性があるよって形ですね。はい。で、初期スキルについて見ていきましょう。まあ、初期スキルはですね、法の中だと法6ビアのみに対応しているというようなスキルになっております。まあ、卓越発動で攻撃 440% 上昇、飛翔17でですね、まあ、転生系部隊に混ぜると、まあ、卓越発動するとですね、精神踏破とほぼ同じくらいの性能になります。はい。ので、まあ、精神踏破の代わりのスキルとして使えることは使えるんですけど、このスキルの難点としてやはり、この卓越発動しないと発動しないということですね。あと、放録ビアにしか対応してないということなので、ちょっとスキルとしては、まあ、精神踏破よりだいぶ劣ってしまうのかなというような気がしますね。はい。ということで、初期スキルの性能については、まあ、B というね、このような評価にさせていただきました。はい。で、素材としての価値ですね。まあ、こちらは初期スキル、呪文法スキル、新スキルが狙える素材ですね。新スキルはこのなんとかかんとかなんですけど、これはですね、速度上昇250の攻撃上昇540とかのスキルですね。まあ、速度系スキルの中では最上位のスキルになってます。まあ、最も速度上昇が速くて火力も出るっていうようなスキルになってますね。なので、それが狙える、新スキルが狙えるということで、素材価値としては S ということにさせていただいております。はい。しておりますね。はい。はい。で、次が佐竹義信第11位です。で、こちらもですね、総合評価6ポイントということでですね、まあ、このポイントだけで見たら小早川と同じですね。まあ、ぶっちゃけここら辺に関してはそこまで大差ないということでですね、まあ、それでも、それでも順位を決めるならというような順位ですね。はい。では武将性能から見ていきます。まあ、4コスで、コスヒアママの防御武将と、防御成長値はやや高めと、まあ、平方成長3でね、まあ、最低限の点の性能ということになっております。はい。で、初期スキルは、法対応なのはちょっといいんですけれども、まあ初領の5列目に配置時のみ、まあ3倍になるよっていうような効果で、しかも3倍しても 600% 上昇程度の火力なんですね。まあ、まず初領の5列目まで守ってるよって人はほとんどいないと思いますし、仮にいたとしても 600% 上昇でしかも訪問できないっていうのであれば、ここまで強くないかなということでですね、初期すぎるのせいのはこのようになってます。はい。まあ、5段階の中では一番下の B 段ということですね。はい。で、素材としての価値なんですけど、まあ、万里と、初期スキルと新スキルが狙えるという、そんな素材になってます。
まあ、新スキルのね、シンダが狙えるということで、素材価値はあるのではないかと思いますね。まず、このシンダというスキルは波動がついてますので、波動はスキル発動率の発動に関係なく常時発動してるっていう効果になりますので、保護スキルとしてまず強いということですね。その波動の移植できる素材になっております。はい。はい、では次、第10位。豊臣秀次です。こちらも6ポイントでね、まあ先ほどの2名と同じポイントですね。まあ、大体ここら辺は似たり寄ったりな順位なのかなと思います。こちらは4コストで、まあ先ほどの佐竹と同じような性能ですね。まあコスト比ぼちぼちの、兵法成長もまあまあの武将ということですね。はい、で初期スキルは砲だと鉄砲足軽のみに対応しておりますね。先ほどの佐竹は全砲対応だったので、まあ、それに比べると弱いんですけど、まあ、そもそも、まあ、佐竹のスキルが弱いみたいなところもあるんですけど、はい、でこちらは、まあ、鉄足統一しなければならないということで、まあ、配置列に対して、縛りができるということがまず第一のちょっと難点と、しかもこの配置列に関しては第6列目に配置しないと強くならないという縛りがあります、はい、しかもそんな縛りがあるにもかかわらず模倣もできないっていうね、しかも縛ったところで600しか上昇しないというような効果なので、まあ、初期スキルに関しては正直ちょっとって感じのスキル内容ですね。はい、で素材としてなんですが、まあ、素材としてはですね、まあ一応初期スキルも狙えるんですけど、衛星と死んだこの2個が主な狙えるスキルとなっておりますね。まあ、死んだがですね、やはり新スキルなので非常に強力で、まあ、素材価値としては先ほどの佐竹と同じような形ですねとなっております。はい、まあ先ほどの佐竹に比べると本丸で使う分可能性としてはわずかにこっちの方があるかなと思ったのでこの順位になってます。はい、まあ、ほぼ変わんないですけどね順位。はい、で次の第9位が真田信繁さんですね。はい、武将としては武将性能としましては5コストの大兵力の武将と、まあ、兵法成長も3で最低限の軍事適性があるということで、まあ一応使ってはいけるんですが、まあ名刺戦に使う武将なので、まあちょっと競争率が高いので、このような評価になってます。他にも強い武将がいっぱいいるよってことですね。はい、で、初期スキルの性能です。はい。で、この初期スキルの性能なんですけれども、非常に強力で、まあまず相手がですね、相手がというか、まあ、相手の数に対して、8.04 の卓越したら火力を出すことができます。はい。で、まあ、卓越したらですね、まあ、飛竜の 7.5 かける人数プラス200という火力に、まあ、だいぶ近づくくらいのですね、まあ、これ240名で割ると飛竜の場合、8.3 くらいの人数に対する火力になるんですけど、まあ、それに近いような火力が出せるというような強さになっております。はい。なので、非常に強力ですね。しかも、撤退持ちということで、初期スキルは非常に強力です。まあ、鉄足染めにする必要があるのが、ちょっと難点かなというようなところですね。あと、卓越確率もですね、今期ちょっとデバフが登場したので、10% だと確定発動にするのがちょっと難しいよっていうところが、ちょっと難点ですかね。はい。で素材としての価値ですね。まあ、素材としての価値はですね、まあ最初に言ったその初期スキル、非常に強力な初期スキルが狙えるのは非常にいいんですけど、ちょっと進展のスキルがね、進展のスキルというか、あの新 SS スキルが狙えないんですね。まあ、やはりせっかく進展を溶かすなら、新 SS スキルが狙いたいなというような気持ちがあると思いますので、まあちょっとそれが狙えないということで、まあ命中先攻撃をする人にしか、価値がない素材になってます。なので、ちょっと素材としての価値は控えめにさせてしましたので、これで、評価は A となっておりますね。はい。で、第8位は、直江兼継です。はい。直江兼継に関しては、武将性能は、まあ、高コスト大兵力の武将ということで、ね、まあ、使いやすそうですね。火星とかでも使っていけるような兵力の大きさになっていますね。
で、兵法成長も 3.5 で軍師が可能で、防御力成長もやや高めなんで、武将評価としては結構いいんですよね。はい。初期スキル性能です。初期スキルはですね、まあ、キー対応ということで、まあ、砲対応が必要ですね。火星専用スキルなので、まあ、仮に火星して名手とかでね、キーから砲6にしなきゃみたいな場面が発生した時とかに対応できないので、まあ、砲対応スキルは必要になってくるのかなと思います。はい。で、未卓越時に 6.2、卓越時に 7.44 ということでですね。まあ、7.44 あればね、相当強い武将のスキルになっております。卓越前提としては非常に強力ですね。まあ、真田と同じ 10% の発動率なんですけど、攻撃はデバフ受けるのに対して、防御はデバフ受けませんので、まあ、10% でも発動していくのかなと思います。ので、非常に強力なスキルだと思いますね、これは。はい。で素材価値としてですね、まあ、初期スキルも狙えますし、新スキルも狙えるということでですね、まあ、素材としての価値は S にしました。はい。死んだ素材としてですね、まあ、非常に強力なんですけど、初期スキル狙いもできるというね、どっちも狙えるよというようなね、スキルになってます。ただまあ、名手戦スキルに、ちょっと死んだのつくと微妙かなって気もしますけどね、まあそこに関してはちょっと選択制になるかもしれません。はい。で、次は、第7位。相馬義種さんですね。こちら9ポイントということで。相馬義種さんの武将評価です。性能評価ですね。まあ、中コスト大兵力の武将ということですね。まあ、最低限の軍師が可能な兵法成長3ということで。まあ、強いですね。ただ、まあ、先ほどの真田と同じで、名手戦攻撃武将っていうのはね、結構競争率の高いところになってきますので、まあ、より高いスペックが求められるということですね。まあ、大体他の武将と同じような性能ということで、性能は A になってます。はい、で、初期スキル性能ですね。で、初期スキル性能なんですけど、まあ、ちょっとこのスキル非常に難しくて、敵軍武将をかける 12.5 なんですけど、その同じ陛下を率いてる武将のみの、数なんですね。まあ、なので、まあ、例えば島津防御とかだと、まあ、7割くらい放6部屋を率いてると思いますので、まあ、そうなってくると S 数は 9.375 とかね、そんな感じになってきます。はい。で、まあ非常に強力なんですけど、そもそも島津防御じゃなかったらじゃあどうするのって話です。まあ、使えないですよね。で、その島津防御に対してもまあ放6部屋であることがほぼほぼ確定だと思うんですけど、まあ、必ずしも、その、放6部屋かどうかもわかんないということで、まあ、ちょっと使いづらいと思いますので、この初期スキルですね。まあ、この評価になってます。まあ、使いづらいんだったらもっと火力上げてもいいんじゃないかなって気がしますけどね。はい。で、素材としての価値ですね。素材としての価値がこの部署非常に優秀で、まあ、初期スキル、呪文法スキルと狙えるんですけど、そもそも、万物なんとか親友ですかね。ちょっと、わかんないですけど。このスキルがもう最強で、鍛錬前の時点で 9.2 なんですね。相手の武将数に対して。最強なんで、この最強のスキルが狙えるだけで素材価値は SSS ということになってます。はい。で、第6位は、前田利家です。こちらも9ポイント。まあ、相馬と同じですね。はい。まあ、武将性能としましては、3コスト、指揮力4120、防御成長、これ攻撃成長ですね。間違いで67で、兵法成長3と。まあ、ちょっとね、まあ、中低コストくらいの中兵力の武将で、まあ、攻撃にしか使わないので、この武将ってのは、使うとしたら、ちょっと兵数がちょっと足りないかなって気がして、で、まあ、軍師としては最低限の性能ですね。まあ、良くも悪くも3コストでね、まあなんか中途半端な性能なんですよね。まあ、兵数高くもない、低くてコストが低いわけでもないみたいなね、ちょっと中途半端な性能かなと思って、武将評価は B にしてます。この性能評価ですね。はい、で、初期スキル評価ですけど、まあ、この初期スキルの評価は、まあ、一応僕は SS にしてますね。はい。というのも、まあ、現状、織田以外で4号令を行えるスキルっていうのは、このスキルしかないんですよね。
はい。で、まあだからかなり貴重なスキル。まあ4部隊合流をする上で、まあ、織田とこのスキルしかないっていうことでこの評価にさしています。はい。で、まあ、なんだろう。この、織田を持ってたら不要っていうのはそうなんですよね。そうなんですけど、まあ、まあ、とはいえ4号流っていうのは非常に強力なんですよね。4号流がやはり非常に強力なので、織田がなくても4号流できるってことでこの評価ですね。で、素材価値なんですけど、素材価値もこの武将非常に高くて、というのも、まあ、この、和田部隊で必須になってくる刹那無影とか、この、なんとかかんとか機構とかですね。このスキルが、まあ、和田部隊狙えるスキルとして2面持ちできるって点と、まあ、あとはですね、前期まではなかった飛龍商店が、まあ、実家で狙える、二次候補じゃなくて、いきなり狙えるっていう意味でですね。飛龍狙いがいきなりできるってことで非常に強力なね、素材になってます。はい。素材としての価値は SS ということですね。はい。で、次に紹介しますのは第5位の北条次直ですね。こちら総合評価10ポイントということですね。はい。武将性能に関してです。まあ、武将性能に関してなんですけど、まあ、こちらちょっとね、まあ、S にしてますけど、まあ、要は、こちら攻防で使っていくスキルなんですね。初期スキルが、卓越確率上昇なので、まあ、攻撃でも防御でも使うということですね。まあ、攻撃でも防御でも使っていくスキルを持っている武将としては 4.5 コストの4790の、まあ、兵法成長 3.5 ということでね、なんか非常に使いやすいなという性能をしてますので、僕はこれ S にしました。はい。まあ、大体攻防で使う武将って平方ぶりにしますから、ね、それで 3.5 の成長なのは嬉しいかなと。はい。で、次に初期スキル性能についてです。まあ、初期スキル性能は、全体用の自軍卓越アップスキルですね。はい。まあ、必須級のスキルですね、かなり。はい。今期は卓越デバフスキルがね、新しく出たんで、まあ、攻撃時、メッセージなど必須になってくると思います。2個必要になってくると思います。はい。で、命中防御でも使えますよね。はい。ただし、まあ、最大2つなんですよね、これ。はい。まあ、だから要は、例えば仲間が2つ用意しましたってなったら、もう入れる必要ないスキルではあるんですよね。そこがちょっと難しいかなと思って、この評価にしてます。S ですね。はい。まあ、例えばこれ、ね、重複上限7とかだったらね、もういっぱい必要になるんで、もう SS とかなるかもしれないですけど。まあ、1個、2個あればいいんで、そこまで重要ではないのかなと思ってます。はい、まあ、誰かが生贄になんなきゃいけないですけど。はい。で、素材価値としてです。素材価値としてはね、なんと初期スキルが狙っていける素材として非常に優秀ですね。まあ、初期スキル自分で使っても強いんですけど、移植したらさらにね、使いやすくなると思いますので、非常に強力な素材です。まあ、あとは地味にね、戦列闘機も、第3候補なので、まあ、第1候補から狙っていける数少ない素材なので、この評価になってます。はい。で、次、第4位が、ガモウジサトさんですね。こちらも、北条と同じ10ポイントということで。まあ、こう見ていただくとわかるんですけど、今回結構ね、なんていうか、僅差の、評価になってますので、まあ、これがズバ抜けて弱いとか、これがズバ抜けて強いみたいなのはあんまないんですよね。はい。はい。で、こちらの性能としては、まあ、一般的な天の性能、今期の新天の性能ということで、このような評価にさせていただいてますと。で、まあ、初期スキル性能は、直江みたいな感じで、まあ、人数防御の、スキルですね。まあ、こちらは卓越しない代わりに、卓越した直江よりはちょっと控えめの性能なんですけど、それでもかなり強いですね。なんならほぼ同じくらいの性能なんですよ。しかも平坦もついてるっていう感じで、かなり強力ですね。はい。で、まあ、対応は砲6ビアなだけなので、まあ、ちょっと砲対応が必要な点は直江と同じです。で、こちら素材価値としてなんですけど、まあ、初期スキルと、まあ、この新スキルですね、虚実兵名、なんて読むのかわかんないんですけど、そんな感じのスキルがあってですね。まあ、こちらが、まあ、
まあまあまあ必須級のスキルなんですよ、デバフとして非常に強力で、あの防御するなら入れておきたいみたいな、そんなスキルになってますので、このスキルをまあ狙えるってことで、まあ素材ガチとしては SSS となっております。はいはい。でですね、まあやっとベスト3まで来ました。第3位です。こちら東堂高虎さん13ポイントということで、いきなり高くなってます。はい。というのも東堂高虎さん結構すごいカードなんですね。ちょっと見ていきましょう。まあ、まず武将性能としては 5.5 コストの防御武将ということで、これが非常に強力。まず 5.5 コストの倍数武将ってのが、まあ、多分こいつくらいなんですよ。はい。多分こいつくらいで、まあ、非常にね、火星として使っても、自分で使っても優秀なんですよね。まあ、シナ部隊に使っても強いし、まあ、倍数をつけて火星として使っても非常に強いと。まあ、この武将性能が非常に強力なんですね。はい。ということで、この武将性能は SS の評価にしてます。はい。で、初期スキルなんですけど、この初期スキルも、まあ、見てわかる通り非常に強力ですね。今までの武将なんか、放浪首輪とか、騎馬鉄砲とかだったんですけど、これちゃんと砲対応になってますし、兵端もなんかついてますし、で、極限枠 3.5 倍なんですね。の防御武将と。極限枠 3.5 倍の防御武将ってこれ2枚目なんですけど、まあ、兵端もついてて砲対応っていうね、もうなんか、欲しいものを全部揃えてくれたな、みたいなスキルなんで、もうこの評価です。はい。で、素材としての価値ですね。まあ、素材としての価値としては、まあ、ちょっと、まあ、その、ズバ抜けて高いというわけではないんですけど、例えば相馬のですね、万物狙いムルみたいな、そんなズバ抜けて高いわけじゃないんですけど、まあ、とはいえですね、この月のなんかきらめきのなんとかみたいな、なんか、みたいな名前のスキルあるじゃないですか。これのスキルが、まあ、なんだかんだ言って防御最強スキルの一つだと思います。はい。これが狙えるので、素材価値もまあ十分あるんじゃないかなと思います。はい。ということで、この評価です。はい。で、次は、第2位、徳川家康ですね。総合評価10ポイント、4ポイントとね、ほぼ満点に近いというような形です。こちら、6コスト、式力5400、攻防成長80、兵法成長 4.5 っていうね、まあ、史上初の、兵法成長 4.5 武将ということですね。非常に強力なんですけど、まあ、史上初の、4.5 武将ということでね、まあ、おそらく一番兵法値高くなるんで、まあ、おそらく全地下巌流でゼロにされるんだろうな、みたいなスキルの性能に、ね、の兵法成長の性能になっております。はい。で、まあ、高コスト大兵力で破武将ということでね、6コストっていうのも多分初めてなんじゃないかな。戦において6コスト武将っていうのもね、初めてで。まあ、この、そう、6コストで、指揮力も高くて、まあ、性能としてはね、まあ十分なんじゃないかと思いますので、この SSS の評価にしてます。はい。で、初期スキル性能としましてはね、この波動、腹痛、撤退、飛翔30とね、てんこ盛りの効果に、さらに回復アップなどですね、非常に強力なスキルですね。HP が回復、舞台から外れた時も HP 回復みたいなね、効果があったりするんですけど、まあ、強力は強力なんですけど、なんかその、何かに特化してないんですね、このスキル。はい。何かに特化しようとした時に、なんか、特化した武将の方が強いなってなっちゃうんですよね。例えば、飛翔舞台に入れる時も、わ、飛翔30もあるの強いなーって思うんですけど、でも他の武将の特化した武将使った方が強いな、みたいなね。そんな感じになるんですよね。で名刺戦でもね、この HP 回復強いなぁ、みたいになるんですけど、でも、火力だけ見たら特化した 3.5 倍とか3倍の極限枠のとか、武将使った方が強いな、みたいな。火力は出るな、みたいな、ね。そんな感じになってしまうので、まあ、ちょっと、まあ、器用貧乏感があるなぁと、まあ、非常に強力なのはね、間違いないんで、この評価にしてます。はい。で、次が素材としての価値ですね。素材としての価値としては、まあ、やっぱ飛竜と万物がね、これ、二面持ちできる。この最強の名刺戦スキルを二面持ちできるってね、非常にもう素材価値は、もうトップなんじゃないかなと思うような武将になってますね。はい。なんで、この評価になってます。はい。で、第1位が、もがみよしあきです。こちら総合評価15点、まあ、満点の評価になっております。はい、見ていきましょう。
まあ、防御として 5.5 コストで識力5170とで防御兵法防御ステージを8に兵法成長 3.5 とね、まあ、まあまず 5.5 コストでね、歯でね、まあ大兵力の防御武将ということでですね、あらゆる状況で強いと、まあ、強力と、まあ間違いなく今ある武将の中でトップクラスの性能なんで、この評価になってます。はい、はい。で、初期スキルの性能ですね。初期スキルの性能は、まあ、波動持ちということでですね。まあ、防御武将で波動を持ってるっていうのは、なんか不思議な感じですね。はい。で、まあ、波動持ちでおまけで、総防御力アップも持ってるということでですね。まあ、まず、総防御力アップ 20% って、この時点でね、もうなんか、必須級の武将というか、まあ、最強クラスの武将なんですよ。総防御力アップ武将っていうのはやっぱ強いですからね。で、しかも20なんで、まあ、かなり上位のクラスです。で、まあ、本丸限定なのでですね、ちょっと火星とかには使えないのはね、ちょっとネックになってくるのかなと思いますが、まあ、とはいえ、本丸防御をする場合には、もう一番強い武将の一人なんで、まあ、本丸守る際には絶対に入れた方がいいみたいなね、武将になってきます。となると、まあ、この評価になるのかなと思います。はい。で、素材価値としてもですね、まあ、先ほど、紹介したガモーさんと同じスキルですね、虚実なんとかが狙えるし、この月のきらめきのなんとかも狙えるということでね、まあ、非常に強力な、新スキルが2枚、2個狙えるので、まあ、素材価値も大きいということですね。まあ、だから本家の徳川も最上も素材価値がありますから、何枚でも欲しいような歯になってますね。はい。というような評価になっていきました。第一は最上でしたということですね。はい。まあ、そんな感じでですね、今回もランキング見ていきました。まあ、28勝も戦国戦、皆さん楽しんでいきましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。